そこで ここでこれですね、激論ムック最新号です。あの4月の2日に発売になったばっかりなんですけども、はい、世界に愛された日本、誰も教わらなかった日本近現代史ということで、こちらにいらっしゃる西村晃祐さんが責任編集をされていらっしゃいます。はい、はい、あのまあ玉上前空爆長とですね、それとあの、はい、ハンガリー人の、あの、まあ、まあ元ハンガリー人ですね、あの、はい、日本人とあの結婚してますんで、あのユディさんという方がいるんですけども、あの彼女との対談、これ要するにヨーロッパと日本からそれぞれ日本が大好きであって、人同士が対談をしていて、あ、面白そうですね。それとあとあの小林よしのりさんと、はい、あの私の対談もあるんですけども、そうですか、あの、とりあえずですね、はい、あの玉上さんとユディさんの対談をちょっと見ていただきたいなと思います。はい、VTR があるそうですので、それでは皆さん VTR の方をご覧ください。まず僕はね、うん、謝らなかった。うん、でもそれ良かったですか。だいたいね、あのこういう時は世間を騒がしたということで謝るのだと言われた。だけどね、私はね、国家のために悪事を働いてないんですよと。で、私はこの国家や国民の将来のためにはね、私がこう論文に変えたような方向に行かなければいけないと思っていると、うん、歴史の理解が、だから私はこの心底この国の将来のことを思ってね、やったのに、それに対して私は悪いことしました、ごめんなさいということはできない。だから私は謝ることはできない、謝罪することはできません。そうですよね、これ見ていただいて、あの、はい、ぜひこの3人ですね、話をですね、あの、はい、読んでいただきたいなと思ってます。それじゃあ、はい、さよなら。ありがとうございます。まあ、こんな感じでね、はい、あの収録した、はい、わけですけど、楽しい対談がこちらの中にそうですね、まとめられているということですね。今ちょうどご紹介したのがですね、はい、このページになってます。タイトルが、日本ほど素晴らしい国はないという、うん、まあ、対談ですね、はい、まあ、これもね、なんでこういう対談が実現したかって言いますとね、あの彼女があの結構ね、あれなんですよ、 NHK の海外放送 そのレポーターを やりながらジャパンタイムズに日本人を紹介するコラムをずっと書いてるんですけども、はい、その中で積極的にね、特攻隊の、元特攻隊員の方を、ね、取り上げてるんですね、はい、それであの私もね、その縁でですね、彼女がその書いたあの桜花隊という、桜花というあのジェット機の特攻機ありましたね、はい、で、あの桜花隊の方々のその、インタビューがジャパンタイムズに掲載されて、それを読んで感動したフランス人が、はい、の女性ジャーナリストがわざわざ日本に来たってことがありましてね、それであの靖国に来たんですよ、はい、で それにもね、あの私ですから立ち会うことができてね、非常に、うん、あの面白かったですね。そういう、はい、あの彼女みたいな人がいて、初めて英語での発信力ができてですね、やっとあの他のジャーナリストも来るというような、はい、あの状況です。それからこちらですね、西村晃祐さんからプレゼントのお知らせです。出たばかりの世界に愛された日本激論ムック、こちらを5名の方にですか、はい、抽選でプレゼントいたしますという、はい、もうどしどし、ね、ね、ご応募いただければと思います、はい、ご覧のところに、氏名住所等を書き、それの上、ぜひご応募ください。締め切りは来週4月11日土曜日になっています、はい。